ブルペンで投球練習をするドジャース前田、共同、ドジャース前田健太投手は18球の投球練習を行。25日、日本時間26日のエンゼルス戦登板に、最後の調整でいろいろとできたら、と話した。走者を背負った場面も想定しながら、両コーナーに速球と変化球を投げ分けた。開幕に向けて準備は整った様子で、いい内容のオープン戦の登板が多かったし、良い時間を過ごせたと思う、と充実の表情だった。